楽天トラベルの宿泊数というものをです、ね、ずっと調べているんですが3月の数字が出まして、ね、806万泊ということになりましたということですね、えー、赤字になっていると思うんですがつまりです、ね、これ4ヶ月連続で実は昨年同月比マイナスということになっているんですねちょっと不思議ですよね。 この確かに去年っていうのはその反動があってですね良かったっていうのもあるんですけどまあでもこれ地震の影響かなと思ったりしたんですがでも12月からねやっぱりちょっと悪いのでまあいろいろまだですねあの インフルエンザとかですね、流行ってる影響もあるのかなと思うんだけど、でも、巷では全然そういうことは話題になっていないので、よくね、わかんないんです。まあ、その、この2018年ぐらいからずっと見ていくとですね、そうすると、この、まあ、ここのこ、この時代はありましたけど、この時代をさ、まあ、差し引けばですね、まあ、それに比べれば増えてはいるので、問題ないと思うんですが、ただ、この時にマイナスに凹んだ分を挽回しなきゃいけないのが、 まあ去年一昨年ぐらいで、えー、終わってしまうとですねちょっと今年、えー、マイナスになっているというのは厳しいかなという気はしていますね、えー、このままでいきますと4月の数字は、ね、750万泊とかぐらいになりそうですね750は、まあ、ずっと、ね、2018年が見ていた限りではそんなに悪い数字ではないんですけど、えー、景気が元に戻ったかと言われるとこの旅行業界においては言えないということが わかかるかなと思っていますで、えー、楽天トラベルの登録宿泊施設数というものがありまして、ちょっとこれちっちゃい字で今書いてるんだけど、この数はですね、順調に増えてまして、去年の5月にですね、久しぶりにマイナスになってから、ちょうどこれで1年ですね、プラスが続いていますので、まあ、この辺も問題ないのかなと思っています。 実はこれですね、ホームページ側で発表されていて、なぜかですね、2023年の12月に、1回だけこの表記がですね、この綺麗なデザインに変わったことがあるんですね。で、それから戻ったんですけど、また4月にですね、新しいデザインになっているので、もしかしたらこっち側に移行していくのかもしれませんが、まあ、この辺もね、5月以降どうなるか注目しておきましょうということです。